フィリップ・ペタン・ゲンスイ、ゲンスイよ、我らここにあり、は、B.C. 政権下のフランスにて、同国の国家主席となったフィリップ・ペタン・ゲンスイへの、参加として作られた歌である。作詞は、アンドレ・モンタガールが言った。作曲は、モンタガールとシャルル・クルティウが、共同で行ったとされているが、実際には、カジミール・オベルフェルドが作曲した、ラ・マー・ゴトン・ジュ・バ・タヤンからの登用であると、 指摘されている。BC フランスでも、ラ・マルセイエーズは引き続き国家と位置づけられていたものの、ドイツ占領下の地域では演奏が禁じられていた。そのため、元水を、我らここにあり、は、非公式ながら事実上の国家とみなされていた。1941年、音楽出版社バージョンルイーさんから発表された。当時、同社は、 ドイツ系人のロルフ・マルボーコと、アルブレヒト・マルクーゼが社長を務め、ペタン・ゲンスイの参加や、明日のフランスや、青年の更新といった曲を制作していた。シャルル・クルティウは、同社専属の作曲家だった。発表時、音楽作詞者・作曲者・出版社協会は、本曲と、ラ・マー・ゴトン・ジ・ュ・バタヤンの間に見られる、明白な関係性を指摘し、クルティウに対しては、 奇妙な類似性に関する警告を書面で行っている。ユダヤ人だったオベルフェルドは、かつて権利保有者として、サッサムに認められていたものの、ビシー政権成立後は、ユダヤ人関連の諸法律の下でサッサムに、著作物を登録する権利と使用料を受け取る権利を剥奪されていた。オベルフェルドは1943年に、アウシュビッツ強制収容所へと送られ、1945年の、 死の更新の最中に死亡した。原水を、我らここにあり、は1937年のツールドフランスの際に発表されたフレドガルドー2のラフルール・エイユグイドンとも驚くほどの類似性が指摘されている。1938年に社会主義者の歌としてミシェル・エマーとジー・オーブリーが発表したちゃんとデール・アベニールも含め、これら3曲はいずれも ラマーゴトン・ジュバー・タイアンからの東洋内し影響の例とみなされている。占領下フランスにおいて広く歌われ、録音としては映画俳優のアンドレクスとアンドレ・デ・サリーによるものが特に知られる。演奏はマルセル・カリベンのオーケストラで、レコードはパテからリリースされていた。BC フランスにおいてもラ・マルセーエーズは依然として国家と位置づけられ、その重要性は 維持されていたが、これは国家の象徴を放棄しないというビシー政権の姿勢を抵抗運動勢力に示すためだった。ただし、法律上は国家と明言されていない。南仏ではラ・マルセイエーズが引き続き演奏されたものの、北仏では占領当局によって禁止されており、やがては原水を我らここにあり、がビシーフランスの非公式な国家とみなされるようになった。 ラジオパリやラジオディフュージョンナシオナルでも定期的に放送された。いわゆる第二フランス植民地帝国各地でも同様に演奏された。学校や青年キャンプ、弊社や民兵団の集会でも演奏が行われた。原水を我らここにありは BC フランスにおけるプロパガンダの中核の一つであったのでしばしば風刺の対象となった。抵抗運動勢力では ジュリアン・クレマンが手がけた、将軍よ、我らここにあり。あるいは、元帥よ、彼らここにあり。の台で知られる替え歌が歌われた。ありがとうございます。